はい、こんにちは、レトスのおのです。今回は民法の中の消滅事項の起算点、履行地帯の起算点の違いについて解説していこうと思います。一応表で6つですね、まとめました。頭に入れなきゃいけないのは1、2、3、4、5、6ですね。この6個の内容を今回の動画で頭に入れていただきたいんですけれども、この内容を多くの方が丸暗記しようとしているんですね。 で実際予備校を通っている方もこの内容を丸暗記している方多いと思います、まあ、というのも先生から「まあ、ここは絶対頭に入れときなさいよ覚えときなさいよこの表を頭に入れときなさいよ」みたいなこと言われて丸暗記しようとするでも実際本試験になると丸暗記した内容って頭から記憶飛んじゃうんですよ真っ白になっちゃうんですね本試験っていうのは日頃勉強している場所とはまた違った緊張感ってあるんですよ まああれはね、何とも言えないんですけども、特別なやっぱ緊張感があるんで、もう覚えた内容の多くを忘れてしまう。実際私も毎回そうです。覚えた内容を意外と忘れちゃうんですよね。なので、本試験でじゃあ点数取るためには何しなきゃいけないのかっていうと、丸暗記部分をできるだけ減らして、理解すべきところに絞って頭に入れていくってことがすごく重要です。なので、まあ今回は丸暗記学習ではなくて、理解学習がどういったものなのか、 これをお伝えしていこうと思います。実際今回理解していただきたい内容っていうのは、この事項期間の考え方、あと履行地帯の起算点については相手から非難されるべき時なんだ。ここを頭に入れていただきたいんですね。つまり、ここを使って、ここの内容を導いていくといった流れになります。ただ、ここですね、右下のこの部分についてはちょっと覚えておかなきゃいけないので、この部分はちょっと丸暗記になっちゃうんですけども、 他の部分は理解をしていただければ答えを導くことができるという話を今回させていただきます。で、まず左上のこちらの図、ちょっとご覧いただければと思うんですけども、A さんが B さんに対して、まあ、例えば土地でもいいですね。土地を贈与しましたと。贈与契約を締結したという図です。今回は3つのケースを考えます。1つ目が5月1日に引き渡しますよっていう契約。 つまり、これは確定期限がある契約だって話ですね。期限確定してますよね。決まってますよね。5月1日って決まってるので、これは確定期限です。で、2つ目。B の父が死亡したら引き渡しますよ。贈与しますよ。っていう契約。これは不確定期限です。B のお父さんは必ず死亡するけれども、いつ死亡するか決まってないですよね。確定していない。なので、不確定期限と言います。 で、三つ目が、贈与する時期を定めなかった場合。つまり、引き渡す時期を定めなかった場合。これは、期限の定めのない贈与契約ってことですね。この三つのケースを考えます。で、まず、消滅事項の方から考えていこうと思うんですけども。まず、消滅事項の期間の考え方。これ原則なので、これはもう絶対に頭に入れておいてください。原則、債権は次の1。 2のいずれかに該当するとき時効によって消滅しちゃうんですねつまり今回の話で債権って何かっていうと土地を引き渡してくださいって B さんが A さんに対して請求できる権利これが1もしくは2に該当したらその権利はなくなってしまうんだよ消滅しちゃうんだよつまり B は A さんに対して土地を引き渡してくださいって請求できなくなっちゃうんですよ っていう話ですじゃあそれはいつなのかというと1つ目債権者この B さんですね B さんが権利を行使することができることを知った時から5年間権利を行使しない時2つ目権利を行使することができるときから10年間権利を行使しない時このどちらか一方ですねどちらか一方が到来すると債権は時効によって消滅するんだよ っていう話ですで今回はちょっと「起算点」について話すので「起算点」で言うと知った時ですねもしくは権利を行使することができる時このどちらか一方ですこれが「起算点」ですねで5年間っていうのは「期間期限の話なのでまあ今回はちょっとここは省略させていただきますじゃあまず確定期限の5月1日に土地を贈与しますよ引き渡しますよ って約束した一番を考えます。この時、権利行使することができる時っていつかっていうと、これは5月1日。つまり、期限が到来した時ですね。また、それを知った時っていうのも、期限到来した時じゃないですか。これ一緒なんですね。もともと、5月1日に引き渡しますよで約束しているわけだから、到来した時に、期限が到来した5月1日に、 今日が期限到来日だって分かるはずなんですよ。なので、確定期限がある約束の仕方をした場合、期限が到来した時、これが起算点になるよっていう話ですね。つまり、ここから5年間、権利を行使しなかったら、自己消滅するよって話です。で、こっちは10年間なんで、こっちの方が遅いじゃないですか。なので、こっちは適用されないんですね。いずれかに該当するときなので、どちらか一方でも先に到来したら自己消滅するんですよね。 で、今回の場合だったら、起算点同じで、期限の到来時なので、1番の方が先に絶対到来するんですよ。なので、5月1日から5年経過したら、自己消滅するよっていう話ですね。で、続いて、2番目、不確定期限がある場合ですね。B の知事が死亡したら、土地引き渡しますよ、贈与しますよっていう約束をした場合、権利行使することができる時っていうのは、 これは期限が到来した時ですね。つまり、B の父が死亡した時から B は A さんに対して土地を引き渡してくださいって主張できるじゃないですか。だから2の起算点は期限到来時なんです。でも、1の起算点っていうのは、権利行使できることを知った時って、お父さんが死亡した時から少しずれる可能性もあるんですよね。例えばお父さんが海外に住んでいたと。 で、死亡したけれども、その報告が2日後になったってなると、B さんがお父さんを死亡したことを知った時っていうのは、2日後になるじゃないですか。死亡した時、つまり、期限到来から2日後になるわけですよね。つまり、B さんが A さんに対して引き渡してくださいって、権利行使できることを知った時って、いつかっていうと、死亡してから2日後っていう話ですよ。つまり、ここズレがあるんですよね。ずれがあるので、2つ書いてあります。 下が1番、上が2番ですね。で、3番目。贈与時期の定めがない場合。この場合、B さんは A さんに対して、いつ引き渡してって請求できるかっていうと、これ実は、債権が成立した時、つまり契約した時なんですね。契約した後、もうすぐに引き渡してくださいって請求できるんです。期限の定めをしていない場合は。ということは、 権利行使できることを知った時っていうのは今言ったルール通り契約した時つまり債権が成立した時ですねまた権利行使することができるときも契約した時つまり債権が成立した時これ一緒ですねなので消滅事項の起算点は債権が成立した時になりますこれが消滅事項の起算点の話ですで続いて履行地帯の起算点です考え方は相手から非難されるべき時 これは債務者がです。債務者 A が B さんからこれはもう引き渡さなきゃいけないでしょと非難されるべき時。ここを頭に入れておいてください。ここが頭に入っていると、1、2、3、答え導けます。まず1番ですね。確定期限。確定期限があるのであれば、もう引き渡さなきゃいけない時期を債務者 A さんはもう事前に知ってるわけですよ。事前に知ってるんだから期限が到来した時から非難されるべきですよね。 避難されるべきっていうのは、先ほども言った通り、引き渡さなきゃいけないでしょって言われるときです。それはそうですよね。事前に期限分かっているわけだから、この日が到来したら、もうすぐにでも引き渡さなきゃいけないわけですよ。だから確定期限の場合は、期限が到来したときから、履行地帯になりますよっていう話です。で、不確定期限の場合、B さんのお父さんが死亡したら、土地を引き渡さなきゃいけないですよっていう話ですけども、死亡したとき、 すぐにじゃあ引き渡さなきゃいけないかっていうと A さん知らない可能性もやっぱあるわけですよ。避難されるべき時っていうのは A さんが B さんの父親が死亡したことを知った時ですよね。知ったのであればそれは引き渡さなきゃいけないでしょう。すぐにでも引き渡さなきゃいけないでしょうっていう話です。だから債務者 A さんが期限到来を知った時もしくは期限が到来した後 B さんから請求を受けた時 まあつまりこれは B さんが A さんに対してお父さん死亡したから土地引き渡してくださいねって請求された時って話です。これいずれも A さんは引き渡さなければいけないでしょって非難されるべき時ですよね。なので不確定期限の場合は2つ起算点があります。で3つ目、期限の定めがない場合。この場合っていうのは消滅事項の起算点でも話したんですけども契約した時、債権成立した時に もう B さんは A さんに対してすぐに請求できるんですよ。で、請求を受けたのであれば、A さんはそれは約束通り引き渡さなきゃいけないですよね。だから債権者から請求を受けた時から履行地帯になりますよ。という話です。もう似たような内容がもうこの中にたくさんあるので、これを丸暗記しようと思っても、なかなか丸暗記って難しいんですよね。なので、今言ったような考え方、 事項期間の考え方。もうこれはもう基本的なところなんで絶対に頭に入れておいてください。原則ですね。で、さらに、履行地帯の起算点は、相手から非難されるべき時。つまり、それはもう引き渡さなきゃいけないでしょって非難されるべき時です。ここからこの3つ答え導けますし、またこの右下の部分ですね。期限が定めがない場合の消滅事項の起算点は、債権が成立した時なんだ。これは言い換えると、すぐに請求可能なんだ。 契約したら、それ以降、すぐに請求可能なんだ。すぐに請求できるから、請求されたのであれば、A さんは引き渡さなきゃいけないですよね。だから、請求を受けた時が、履行地帯の基算点になるんだ、という話です。この考え方の流れを頭に入れていただきたいんです。もちろん、1回、2回復習しただけでは頭に入らないと思うんですけども、何度か復習したら、この流れだったり、イメージが頭に定着してくるんです。 このの具体例も含めて頭の中に残りますんで、そうすると本試験になった時にこの流れっていうものが頭に浮かんできてここの内容全く覚えていなかったとしても自分自身でこれを導くことができるようになるんですね。これが理解学習なんです。卓球試験は頭に入れなきゃいけない内容が非常に多いので今お伝えした理解学習の内容を何度か復習して頭に入れていただければと思います。 そして弊社レトスは個別指導を行っております。個別指導ではこのように理解をしながら学習する。丸暗記学習だったら正直なかなか合格するのは難しいんで、できるだけ合格する確率を高めるために理解学習をお伝えしております。もしあなたが次の試験で絶対合格したいというのであれば、ぜひ個別指導をご検討ください。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認いただければと思います。あなたの受講をお待ちしております。 何かご相談ございましたら、この動画の下の説明欄、概要欄にお問い合わせページの URL 貼っておきますので、そちらからお気軽にメールいただければと思います。あなたの事故をお待ちしております。レトスのオ野でした。